これ配信中に起きた話なのよその時見てた人も何人かいるはず今おととし俺まだ Uber Eats をやりながら配信して動画をアップロードしてただからもう異常なまでに働いてたんだけど Uber Eats のための準備して配信とりあえず切ってさじゃあ行ってきますって言って普通に配達をしてて 建物に配達とか変な人に配達ってのはぶっちゃけあるの何回も様子がおかしい人だなっていう人とかも逆にめちゃくちゃいい人ももちろんいるけどなんか気持ち悪い団地にちょっと配達に行くことになってしかも新宿に立ってる団地なのね気味悪いなーと思ったんだけど周り見たらさ結構小綺麗なのよ周りめちゃくちゃ綺麗な建物ばっか建ってるんだけどそこだけなんか異様な雰囲気を出してるというかうわなんかちょっと気持ち悪いなみたいな 建物の下の下ところでねバッグを下ろして商品取り出してその建物が10階ぐらいだったんだけど一番最上階だから10階に配達だったのねエレベーターを押してさてチーンって入ってきまあ、中入って10階を押してで待ってたら1階ずつしかわかんない2階で止まってチーンって開いてでまたずーってしまブーって開けてそしたらまたチーンって3階でまた確認したの10 回ししか押してなないよな開くごとに別に誰が乗るわけでもないしちょっと一回外さチラッと覗いてボタンを押した痕跡もないの故障か何かなと思ってもう一回乗ってそしたらウィーンって上がってまたチーンって広く全然10階にたどり着かないな あまりにも遅いから、次の回で、一回開いたら、降りて、隣のエレベーターに乗り換えようと思ったの。そしたら、5回を通り過ぎたの。スーって。あ、じゃあ故障だったんだと思ったら、また6回でチーンって開いたの。6回で降りて、で、隣のエレベーター、ポチッと押して、で、乗り換えたの。で、6回から10回まですんなり行けたんです置き配だったからさ、その部屋の前に置いて、エレベーターこう乗ろうと思ったら、最初、カクカクこう止まってたエレベーターが10回で待ってたの。まあ、ちょうどあるし乗っちゃおうと思って、さっさとさ、配達終わらして帰りたいから、まあ、それ乗ろうと ってで、1回押してそしたらスーって9回8回7回っていうふうにスーって降りちゃった目の前のさ景色がこうやって上がっていくわけじゃん9回8回7回で6回ってきてで5回の時におばさんがこうやってのぞいてたのブワーってびっくりすぎてうわーっていっちゃったの乗ることもなくこうやって見てるだけだったの ま 1> 1まで行ってあまりにも怖すぎててていでバイク乗っっもうここ早く離れたいと思って怖かったな、ちょっと配信で話すかと思って。その時は配信パーってつけてさ、ちょっとみんな聞いてくれよと。カクカクシカジカこんなことがあって、おばさんがこうやって覗いてたんだよって。コメント欄も怖ぇ、えーってなったの。こんな怖がって売れてるの嬉しいってなるじゃん。ひらめいちゃって。これさ、ちょっとみんな、大島テールでその建物を調べてみるか。 いやそれ面白いっすねやってみましょうよ阿部さんみたいなコメントバーってじゃあちょっと見てみるかえーっと新宿のここのここで固まっちゃって何で固まったかっていうとその建物を人がんだよね次入ってきたたまたま取った配達先がそこだったらめちゃくちゃ嫌だなーって思った話